入り口です。世界の真理へ。落ちていくように持っていくような。こんにちは。おお、ついに全てを集めていただけたのですね。これで強いリムをここに定着できる。各社様、鼓動の力を注ぎ形を得たリムが進むべき道をあなたに示します。おそらく戻れぬ道となるでしょう。それでも先に進まれますか？どうか終わらせてください。各社様のお力で。よく来た各社よ。さっさとケリをつけよう。私を倒し、この世界の王となる。ここへ至る前に見ただろう。それが世界。お前が旅してきた場所、そしてお前のものとなるだろう場所だ。難しい話ではない。これまでの通りだよ、各社よ。必要なのは意志。生を選び取る力だ。さあ、戦え、各社よ。これまでの道のりでそうしてきたようだ。そしてこう、お前を戦わせているのは何だ？お前に旅を続けさせ、ここへと導いたものは何だ？お前を生きさせているもの、それは何だ？そう、それが意志だ、各社よ。意志が、ただ意志だけがお前をここに連れてきたのだ。これが世界。そしてお前がフォームを作り出したように、私はあらゆる生命を生み出せる。神の技、そうとも言うな。だが真実というものは遥かに無慈悲だ。これはルール。何人たりと抗えぬ世界の仕組みそのものだ。生命は、そして世界は単に器なのだ。そう、ポーンの民と何も変わりはしない。生きようという意志は生を戦い取ってきた。その選択の上に精錬される。意志とは、すなわち練られた性。戦うことで定められるもの。ポーンが各社の導きを問うように、世界もまた生きる意志を求める。さあ、
続けよう各社よ。お前がただ動くだけの虚ろな器でないと示してみせよう。お前は本意よりもっと大きなものを従わせる魂を持つと示してみせよう。お前がこの歪んだ円環をつなぎ止めるに足る意志を持つと示す。聖を求めあがいてみせよ。聖にあがくだけの価値があると示してみせよ。戦略だった各社へ。苛烈な先の生を掴むのか、安寧のうちに生に蓋をするのか。そう、前に踏み出せ何があろうと、それが生だ。後戻りすれば平穏な敗北を与えよう。選択だ各社よ。お前は選ぶのだ。単純な選択だ各社よ。進むのか退くのか。進まば死ぬられし彫刻のしるべよ。退かば。そうか、安寧を求めるか。それもよかろう。この辺でしまいにしちゃどうです。村でゆっくり平穏に浸かりましょうや。には戻るべき場所があるはずだ。迷うことはないだろう。お前には守るものがあるのだから。それだと言っても聞くようなお前ではないか。だが、気だってお前のことを案じておる者のことを忘れるな。ずっと怖かったの。あれは不意に遠くへ行ってしまいそう。
限りなく我に近づいている。さあ続けよう。かつての我が力を呼び戻し、各社にふさわしい戦いとしよう。ここが水の地、存分に震え。そう、我を打ち倒そうというこの意志、この魂の力だ。我が失いつつあるもの、世界に欠けている。各社知るがいい。世界は無常だ。美しく破壊。各社よ、許せ。すべてはお前の意志を試さんがため、ここへ至るは各社の定め。流れの中に我々はおり、その断りに従い動いている。皆はそこを巡り練り上げ続けるのだ。永遠の輪の中で世界と共に。やがて精錬に足る魂を持つ者が現れましょう。そう、あなたのように。それまではあなたが世界を良き世を治めるのです。リムを
その先に何があるかは知りません。新しき世界の主よ、永遠を担う者よ、すでに我が命は尽きており、願わくはその真剣にて去りゆく身に解放を賜りたいのですが、今しばし猶予があるのでしたら我が知る限りのことをお伝えしましょう。
よく分かってないんだけど、何かすごいことがあって、それで世界が変わった。まあなるようになったってことだと思うのよね。Thank you.
風